この間、俺が一人で残業をしてる時に電話が鳴った。夜7時半くらいだっただろうか。俺が勤めているところは小さな町工場で、立っている場所も町からちょっと外れた山のそばのため、この時間になると周囲に人影もない。はい、〇〇工業です。ああ、3時か?しわがれたじいさんの声だった。3時とは何のことか全くわからないが、聞いた瞬間俺は、ああ、また間違い電話かと思った。というのも、うちの会社の電話番号は地元のタクシー会社の電話番号と1番しか違わないために、病院を使うじいさんばあさんがよく間違えてうちに電話をかけてくるのだ。いえ、違いますよ。ああ、ガチャ。要領を得ない年寄りの電話は一方的に切ることにしていた。こっちが会社名を名乗った時点で気づいてもらいたいものだが。また電話が鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ、3時か。違います。タクシーの番号なら、ですよ。ああ、ガチャ。一度の電話で間違いに気づかないとは相当ボケてるのか。こっちはまだ事務処理が残ってんだからもうかけてくんなよ。しかしその願いも虚しくまた電話は鳴った。もしもし、〇〇工業です。ああ、3時か。腹が立ってきた。もういっそのことそうですと言ったらどうなるんだろう。俺はいたずらのつもりで、そうです、何かご用ですかと言ってしまった。おお、3時か。じゃあ、今からそっちに行くからな。え?このじいさんどこに行こうとしてんだ?じいさんの勘違いで見当違いの場所に出かけてトラブルにでもなったらまずい。俺は間違いだと伝えるために今かかってきた番号にリダイヤルした。もしもし、若い女の声だ。〇〇工業と言いますが、今ですね、そちらのおじいさんから電話がありまして。あ、何ですか？お宅のおじいさんから今うちの方に電話がありまして、それで、何ですか？うちに男はいませんけど。え？おじいさんというか男の人自体住んでいらっしゃらない。何なんですか？いたずらなら警察を呼びますよ。どういうことだこれは。かかってきた番号にそのままかけ直したのだから番号の間違いということはない。でも電話先には女しかいない。さっきのじいさんは一体何だったんだろう。突然俺がいる事務所のドアが激しく叩かれた。びっくりしてドアの方を見るとガラス戸の外には誰もいない。呆然としてドアを眺めてるとまたドンドンドンと激しい音がした。何なんだと思って恐る恐る近づいてみると、ガラス戸の外の死角になっていた部分に顔と腕が赤く焼けただれた男が立っていた。俺はうおーっと叫び腰を抜かしてしまった。よく考えたらそのドアには鍵がかかっていない。しかしその男はドアを開けて入ってこようとはせず、なぜかひたすらドンドンドンとドアを叩き続けていた。叩くというか蹴っていたのかも。腕が全く動いてなかった。ドアに鍵をかけようかそれとも奥に逃げようか迷っていたら、いきなり電話が鳴ってまた心臓が止まりそうになった。必死に電話までたどり着いて取ると社長からだった。もしもし、お疲れ。仕事の調子はどう？いやー、それどころじゃないっす。今外にすげえのがいます。ああ、なんか出たの？じゃあな、神棚に備えてある酒を額と首につけろ。そしたら神棚を開けてご神体を見えるようにしてみろ。多分そいつ消えるぞ。俺は震える足で必死に神棚までたどり着いた。外では未だにドンドンドンと音がする。
言われた通り酒を額と首につけて神棚を開けた。するとぐしゃっという音がしたと思ったら、それっきり何の音も聞こえなくなった。ドアのところにいた男も消えていた。次の日、社長に昨日の出来事を話すと、やっぱそういうことも起きるんだなと、すべて知っているかのような言い方だったので詳しく聞いてみると、この会社が立っている場所は霊の通り道で、変な霊が騒ぎを起こすと霊媒師から言われていたので、会社を建てるときにあらかじめ壁という壁すべてにお札を練り込んであるから、どんな霊も入ってこれないようになってるんだそうだと、なってるんだと自慢そうに語っていた。言うならば霊対策のセキュリティだ。で、さらに後日、俺は個人的に霊能者を訪ねた。会社の土地を見て、お札を壁に練り込んでくれたあの霊媒師だ。話を聞くと、うちの会社が霊の通り道に立っていることは本当で、壁にお札を練り込んであるので、よほど怨念の強い霊でなければ破れないというのも本当。しかし、霊媒師は気が進まなそうに言った。社長がどうしてもあそこに建てると言うから仕方なく壁にお札を練り込んだんだけどね。そのせいであそこ、霊の通り道だったのが完全に塞がれてる状態なんだよね。それが何かまずいんですか？あそこを通って霊はいろいろな場所に行ってたんだけども、そこを塞いだために霊は行き場を失って怨念が強まるという危険があるんだよ。あの結界を破れる霊はそうそういるもんではないけども、このまま強制的に怨念が強まることになれば、いずれあれを破るほどの強い怨念の霊が生まれるかもしれないんだ。そうなると私にももう対処しきれなくなるからね。